5年経つ今、変わらないものもあれば、変わっているものもありつつ、進化はしているのかなと思います。はい、今日山本から渡り、一日旅しましたけれども、いかがでしたか？渡りと山本町と渡りの、愛情に触れました。家族愛に触れました。とてもみんな不器用ながらも優しい人たちだなと思いましたね。なかなかこう山本町渡りの人とゆっくり話す時間も今までなかったので、話してみるとみんなこうそれぞれに思いを持ちながら前を向いて未来に向かって一歩ずつ歩いているんだなというのを感じました。